あれは1971年、雨が降り注ぐ夜のことだ。ゼノミリタリーは何も受け取らなかった。そう、レイクミドロからの連絡は何も。これ作り話ですよね。少し興味が湧いた。ここに残るのは賢明ではないわ。あんたたちには関係ないでしょ。何か伝えようとしているのかも。私たちの中に殺人鬼がいるってこと。ゼノミリタリーの少年部隊同様、厄介なものに目をつけられたみたいだね。できてるわ。このままでは。お、入り口はここのようだね。レイクミドロ、やっとつい、彼はマイケル。ご覧の通り頭が悪い。毎日ペットみたいに自分よりモテる奴の周りでおどけてばかり。シャンシャンと太鼓を叩く小猿のおもちゃそっくり。頭の中はジャンクフードとアルコール、ポーションでいっぱいなんでしょうね。ここがレイクミドルか。最高の自然と最高の湖があるんだろ。早くたんまり泳ぎたいもんだぜ。そうそう、水着は着ようが着まいが問題なッシング。見ろこの筋肉、女はみんなこいつの虜さ。ふぅ、アスリートフレディ、ラグビー部の部長も務めている。目立ちたがり屋で自己中、何より腹が立つほどナルシスト。これからの数日はあいつにとって人生で最も素晴らしいものになるんでしょうね。十数年後、アルチューが塩をつまみにするみたいに、この日々を恋願う。なあフレディ、いちいち脱がないでくれないか。ジェイソン、裏若き学者さん、
先生たちが一番好きなタイプの生徒。成績優秀、聡明で頼りがいがあって、その上理知的ときた。彼はそこらのバカどもとは違って女性を尊重している。百科事典を読みふけるか、先進的すぎる技術に夢中なご様子。ミスター・マイケル、これを使ってください。もうすぐキャンプ場に着きますよ。アニー、このクレイジーな時代で本当に珍しい純粋無垢な女の子。最適解の美しさと優しさを兼ね備えている。信仰心の厚い家に生まれて姉妹もいるし、毎週日曜日には地域の読書会に必ず参加している。うるさいわね。静かにしてよ。はあ、まだ二日酔いが残ってんのよ。私をイライラさせない方がみんなのためよ。わかった。ジェイミー、典型的な金髪娘。愚かで気ままな生活を送っている。アルコール、きらびやかな服、そして空虚な快楽に溺れている。彼女は運よく金持ちの家に生まれて、パパとママに大層愛されてる。人々は大抵彼女のことはスイートハート、それかハニーと呼ぶ。たったそれだけの存在。あー、キャンプ場に行くのよね。ね、誰が道案内してんの？先に言っておくわ、イーライおじさんは確かにあそこの使用許可をくれたけど、少し古びてるらしいから。ま、何言いたいかわかるわよね。小屋をしっかり片付けて、一番いい部屋を私に残せば、他は好きにしていいわよ。そういうのはマイケルの出番だぜ、ハニー。そうね、アニーと一緒によろしく。女の子の方が細かいところまで気がつくでしょうし。いつの日か彼女は行いの代償を払う日が来る。必ず。そして、そいつらは全員、頭だけが木の上にぶら下げられて死んでたんだ。一週間後、キャンプに来た人に発見されるまでな。誰がやったって？いや、犯人なんかいないさ。誰もその姿を見たことがないんだ。噂じゃ、そいつはすでに悪魔に体を乗っ取られて不死身の化け物になったんだとか。マイケル、つまんねえ子供騙しやめて焚き火見張ってろ。けどまだ続きが。あ、うん、わかったよ。なあ、なんか匂わないか？なんというか少し腐った。うわあ、なんだよこれ。まさか内臓。うわあ、くそが、こっち向くな、汚ねえな。どいて。ただの穴熊だよ。この腐敗具合から見て死後一週間ってとこかな。ジェイミー、聞いてる？熊とかそういうのがこの森にいるって。ジェイミー、おいおい、マジかよ。あいつらまたいなくなったのか、こんな時に。ええ、
です。ミスター・マイケルが吐いた時に、二人が離れていくのを見ました。あんた本当に悪い人ね。やめてったら。もっと意地悪してやろうか。俺はな。タイムキーパー、ただいま戻りました。レディー Z が言うには、しばらく任務はないそうです。少し急なのですが、もしよろしければ私と一緒に観光列車に。本当なんだ、信じてくれよ。きっと人生で一番の最高な旅になるよ。すぐに戻ってくれば誰も気づかないって。いや、結構だ。そっか。アンジー君、旅行に興味ない？少しの間だけだから誰にもバレないよ。ありがとう。でもまだ任務が残っているからご一緒できないわ。残念だな。でも頑張り屋さんの君には随分と有給が溜まってるって聞いたけど、外出許可が2日も残ってるんだってね。おーい君たち。私たちでしょうか。そうさ、君たちだよ。我らが偉大なるタイムキーパーのベルティ君と、その助手のソネット君だよね。何の躊躇もなく偉大なる肩書きを受け入れるとは、さすがは噂のベルティ君。噂？あの事件を知らない者なんていないさ。僕は君より上の学年にいたんだ。先生からは口にするなと言われてたけど、一時期は裏でかなり話題になってたんだよ。まあすぐにやんだけどね。深入りは良くないとみんな分かっていたし、監禁部屋が満室になっちゃったしね。とにかく君に会えて嬉しいよ。タイムキーパー、ご安心ください。挙動不審ではありますが、彼は決して悪い人ではありませんので。
彼は去年の選考会で優秀貢献賞を受賞した方です。ご紹介しますね。彼は。ああ、待って。その名前はやめて。このベルティ君の前においては、僕のことはホラーペディアと呼んでほしいんだ。こっちの方が好きでね。わかりました、ミスターホラーペディア。あなたにそのようなあだ名があったなんて知りませんでした。ちょっといろいろあってね。この話はまた今度ゆっくり話してあげるよ。さて本題に入ろうか。レイクミドロに関する伝説を知ってるかい？ああ、そうさ。どうせ知らないだろうと思って名前は書かなかったんだ。それとこれとは話が別。理由になってない。別なもんか。匿名の手紙は最も人の好奇心をかきたてるんだ。それに君は僕が知る中で最も強く好奇心を隠し持っていると心得てるよ。もし私があのまま手紙を捨てていたら？正直言ってそれも考えたさ。だから君の他に13通も手紙を出したんだ。それで今僕の手元に6枚の地図が揃った。けど落ち込むことはないよ。君たちの仕事は誰よりも完璧だった。だから君たちの作品を選んだのさ。ありがとう。なるほど。確かにあの筆跡どこかで見覚えがある気がしていたので。あの後、一時期レイクミドロに関する情報を集めたことがあります。あそこはゼノミリタリーアカデミーの少年訓練所の一つで、60年代初期に設立し、70年代初期に閉鎖されました。もともと使用頻度も少ない上に、軍事訓練所というよりかはボーイスカウトのキャンプ場のようなものでしたので。その通りだよ、ソネット君。けど、それはあくまで昔の話。まあ、君はしばらく財団にいなかったし、最新情報を知らないのも無理ないさ。今、レイクミドロについて、全く新しい情報が舞い込んできたんだ。あれは1971年、雨が降り注ぐ夜のこと。そいつは深く濃く降りしきり、差し迫る霧がごとく森と外界とを切り離した。あの雨の夜、ゼノミリタリーの管理センターはレイクミドロとの一切の連絡を絶たれた。それって普通の雨だった？ああ、普通の雨の日さ。水滴と埃が入り混じってちゃんと空から降ってきた。そいつは幻覚や不安などを一切もたらすこともない。ただキャンプ場にいる全ての少年軍を連れ去っていった以外は、小屋の中には衣類や毛布、机には読みかけの本が開かれたまま置いてあった。魂なき者は痕跡を残す。だが命ある少年たちはまるで雨上がりの水滴がごとく、あの森で蒸発してしまったんだ。それ以降、あの少年軍らを見た者はいない。ゼノミリタリーもラプラスも、もちろん僕たちもね。レイクミドロは鬱蒼とする荒れ果てた土地へと化した。ソネット君、どうか両手を下ろしてほしい。耳を塞いでいては一番の山場を聞き逃してしまうよ。ご忠告ありがとうございます。あの忘れがたい夜から3ヶ月過ぎたある日、行方不明だった少年たちがゼノミリタリーアカデミーに戻ってきたんだ。彼らは菌類特有の
あのじめっとした匂いを漂わせ、何の予兆もなく寮へと足を踏み入れた。彼らはとある大きな任務を成し遂げ、ウリンから戻ってきたばかりだと口を揃えていった。その任務が何なのか、そのウリンがどこにあるのかを知る者はいない。だが、帰ってきた子供たちは、まるで人が変わってしまった。活発だったブルーノは無口になり、優しかったアンナはしょっちゅう揉め事を起こすようになった。彼らは確かに変わった。でも、一体何が変わったのか、うまく説明できる者はいない。こうして月日は流れたが、あの菌類と土の匂いが混ざり合った気配は一週間、二週間、三週間経っても消えることはなかった。そしてある深夜、ゼノミリタリーアカデミーの新入生、リトル・ドリスが眠っていた時、突然土だらけの手がベッドの下から現れ、彼の足首をつかみ地面へと引きずり下ろした。そして醜悪な人ならざる何かが血まみれの大きな口を開けて待ち構えていた。ソネットは？ソネット、落ち着いて。ワンドが折れてしまうよ。わかっています。ただ少し驚いてしまって。政府の施設でもこのような不可思議なことが起こるなんて考えたこともありませんでした。とてもいいお話をありがとう、ミスターホラーペディア。けど、都市伝説の視点から言えば、結末が大げさすぎで作り話にしか聞こえないよ。君はおとぎ話を作るのが得意なようだね。けど次はもっと。ゼノミリタリーアカデミー。今現在最も優秀な軍人育成所。確かに少年軍たちはまだ幼く、戦闘経験も能力も卒業生とは比べ物にならない。けれど、それでも数年の訓練を受けた予備軍であることは確かよ。知っての通り、ゼノミリタリーアカデミーは外に出向く少年軍に対しては引率の教員と訓練用の武装を持たせる。彼らの縄張りで一晩のうちに誰にも知られることなく全滅なんて、おとぎ話と言っても過言ではないわね。確かに、そう考えるとただの作り話ですね。お、ミス・トゥース・フェアリー、いつお戻りに？旅行計画に少し変更が生じたわ。目的地が変わったの。同行者に財団で待つよう言われて先に戻ってきたのよ。元の目的地で何か事件でも？いいえ、何も。ただもっと行きたいところができたの。不可思議な物語と危険に満ちた場所。かつて未成年者が多く住んでいたから、運が良ければ入試がたくさん手に入るかも。それってもしかして？レイクミドロよ。でもあれはただの作り話なのですよね。ミスターホラーペディアが考えた実在しないおとぎ話。確かに一部は彼の創作よ。例えばベッドの下から伸びる手や真夜中の悲鳴はね。それ以外は私の知る限りでは本当の出来事よ。ですが、先ほどおっしゃっていたように
ゼノミリタリーアカデミーの少年軍が作戦行動範囲内で奇襲を受けるのはほとんど不可能で、それこそレイクミドロの謎であり、私たちが赴く理由なの。3分15秒の遅刻だよ、ミス・トゥース・フェアリー。けど平気さ、この時間をとても有意義に使わせてもらったよ。旅行には仲間が必要だろう。アンジー君とアダムには断られてしまったけど、ベルティ君とソネット君が足を止めてくれたんだ。だから今頑張って勧誘してるところ。もうすぐうまくいく気がするんだ。何せ彼女たちもあそこに興味津々だからね。すぐにでも出発できると思うよ。興味津々？ミスターよ、ホラーペディア、すみませんが、私たちはレイクミドロに行くつもりは一切ありませんので、当然興味もありません。そう？ベルティ君は興味ありげに見えるけど、僕の思い過ごしかい？タイムキーパー？確かに少し気になる。ほらね、僕の言った通りでしょ。探求心があるのはとてもいいことよ、ベルティ。よし、ではスーツケースに着替えを詰め込んで、暇つぶしの小説も持っていくといいよ。では新メンバーのお二人と手をつないで、いざ出発。待ってください。からのお手紙でした。続いてドライバーの皆様に天気予報をお伝えします。今日からの数日、オハイオ州の天気は晴れ、湿度は快適で雨の心配はありません。ごめんなさい、ラジオを切るのを忘れてしまったわ。シートベルトを。そばに座っている人の手をしっかり握って、万が一の時は口を押さえて歯を食いしばるのよ。やるかやらないかはあなたたち次第よ。あくまでこの子たちに言っているだけだから。わかってるよ、レディ。わかりました。あの妖精たちにはまだ付きまとわれているのですか？学生時代かなりお困りでしたよね。まだいるわ。一度も離れたことはないと言った方が正しいわね。幸い、あの子たちは嘘が何かを知らない。だから、常に私の一挙一動に耳を傾けて、言ったことを全部信じてくれる。私があなたたちに、口を押さえて歯を食いしばれと言えば、あの子たちから攻撃されることはないわ。この点においてはミスターキャンベルに感謝しないとね。彼はミス・トゥース・フェアリーの傍らで全ての歯を奪われてしまってね。あの一件でこの子たちの復讐心がどれだけ強いのかが知れ渡ったんだ。こうして試行錯誤を繰り返した結果、この解決策を見つけたってわけさ。ミスター・キャンベルとはどなたでしょうか？
一体彼の身に何が起きたのですか？キャンベルは私の弟よ。私の名字も同じ、キャンベル。幼い頃、同じ屋根の下で住んでいた時の話。ある日、私はトゥースフェアリーを食べたの。そして呪われた。それとその仲間はね、私の歯をすべて奪うと誓ったの。最初は成功した。9匹のトゥースフェアリーは、乳歯を11本も奪っていったわ。両親はすぐに気づいたの。それで、私が歯を全部失ったおばあさんにならないよう、特殊な器具を発注してくれた。二度目の奇襲で失敗したトゥースフェアリーたちは、矛先をもう一人のキャンベルへと向けたんだ。彼は一瞬にして全ての歯を失ったよ。その歯茎から歯が生えることは二度となかった。みんなはこれをトゥースフェアリーの呪いだと言っているんだ。本にも書かれているように、人型の飛行魔性はひねくれ者が多い。ほとんどは永遠にその愛と憎悪を忘れないんだ。すみません。私、こんなことを聞くべきではありませんでした。平気よ。弟の口はすでに新しい歯で埋まってるし、今はとても穏やかに暮らしている。あのことは、あくまで思い出話の一つに過ぎないわ。それに、私は彼が呪われたとは思っていない。一度も、弟に向けられた呪いの言葉を聞いていないし、アルカナムで検出されるはずの、どんな呪いの痕跡もなかったわ。呪いというより、病名で言うなら、先天性欠如死と捉えた方が納得がいくわ。そういう病例は今までにも聞いたことがあるけど、まさかそれでミスター・キャンベルの歯が全て失われるなんて。あの時このことを討論していた生徒も、そして教師まで、これが呪いだと信じ込んでいたよ。最前線学校は、幼いアルカニストたちと少数の教員によって成り立つ組織よ。あそこの子供たちにとっては、人類医学における疾病よりも、呪いの方がずっと身近だわ。だからこそ、彼らは理解しがたい物事に対しては執着せず、一方的に真相を決定づけます。あとは、噂が広がっていくだけ。一応、あれは呪いだからね。うっかり移ったりでもしたら、一生後悔することになる。このことは人々の記憶に深く刻まれた。トゥースフェアリーが姉の方に呪いをかけることができるのなら、きっと弟にもってね。こうしてあらすじは整ったってわけさ。知識に乏しい子供たち、型通りの認識に陥りがちな大人たち、その噂が嘘か誠かは何とも言えないところではありますね。まあ人生は映画のようにはいかないからね。危険を知らせてくれるナレーターがいるわけでもあるまいし。それ、ここから立ち去れ。危ない。タイムキーパー、ミス・トゥースフェアリーご無事ですか？ええ、大丈夫。口を押さえて早く車を降りよう。皆様ご無事ですか？お怪我などは？タイムキーパーも大丈夫で。出て行け！とっととこの森から出て行け！聞こえたぞ。神のお告げだ。ああ、
神よ、俺をあなた様の御子を遠ざけましょうぞ。この悪魔の力。瞳孔が開いている上に言葉も盗作してる。体温も平均より3度ほど高いですね。おそらく興奮剤の類か質の悪いポーションを食したのでしょう。もはや正気ではないわ。ひとまず落ち着かせましょう。いないいない。いないいない。刃のように。あいつらをやれ。I know the moon, and this is an alien city. 地獄に落ちる。警察の電話番号。ほら、顔に刻んでやるよ。大賛成です。同意見です。大賛成です。一日一個のリンゴで医者を。あるいは全ての色。万歳！我らの偉大なる主を讃えよう。気絶した。これでひとまず解決ね。あと問題があるとすれば、私の車が壊れたことかしら。もう歩いて向かうしかなさそうね。構わないよ。車を降りるとき地図を持ち出しておいたけど、車から煙が上がっているよ。このままにしていいの？ええ、ベルティ、問題ないわ。弟があれに保険をかけているからね。後で業務員から彼に電話が行くはずよ。